guys! つまぎれチャンネル!みなさん、こんにちは。今日は、こんな動画で、ちょっと申し訳ないんですが、今は妊娠6ヶ月、1週間ぐらい経ったのかなっていうところなんですが、いやー、すごい今ね、頭痛と、妊娠中期のつわり、ぶり返しにあっていて、めちゃくちゃ、しんどいです。このちょっと前に2時間ぐらいかな、いや2時間も寝てないか、1時間ぐらい寝てたんですけど、いや収まらず、ダメですね。安定期、バリバリ安定期入って、もう妊娠中期なんですけど、中期に入って1ヶ月ぐらいなんですけど、まだまだ中期期間はあと1ヶ月あるんですけどね。中期だからといって毎日ハッピー、体調を崩すことなく、崩すっていうか体調悪いってことないわけではないんだなと思い知らされているのと、後期の不安が大きいです。今日はね、朝からちょっと運動っていうか自分の仕事があって、振り付けの少しまあ活発に動いたんですよね。活発に動いて、それで帰ってきて、すっごくお腹が空いて、割とご飯を食べてしまって、なんだ、ご飯の量なのか、ちょっと頑張りすぎてしまったのか、もうそこからがっつりずーっとこのベッドから起きれないっていう感じです。特にお腹が張ったりとか、出血があったりっていうことはね、お腹が痛いとか、そういうことはないんですけど、みたいなのがずっと続いてる感じです。妊娠本当に初期のつわりみたいな、つわりの軽いバージョンなのかな、わあ、まだ中期になってもやってくるのかーって思ってしますね。だからつわり終わってから本当に全くつわりがないっていうのは1ヶ月だけだった気がするんですよね。でなんかちょっとお腹に手を当ててさ、赤ちゃんに、やっぱもうすごい胎動を感じるようになったから、今もお腹すごい動いてるんですけど、赤ちゃんにちょっと声かけたりして、いやーお母さんちょっと苦しいよって、頑張るよ、でもあと4ヶ月ね、以内にはね会えるもんねって言って、なんか喋りかけたり、あんまり私喋りかけたりとかしないんですけど、自己満じゃないですけど、自分の気持ちをね落ち着かせるためにちょっと喋りかけたりして、でそこでたまたまだけどさ、ちょっと反応があったりするとさ、なんか意思疎通できてる感じでさ、嬉しくなっちゃうねとかさ、いやーもう今日もちょっといろいろねトラブルがあって、ね、人とトラブルがあってさ、まあなんか怒られたりしたわけよね。本当に生きるのって大変だしさ、私はもう周りの人たちが笑顔だったら、もう自分はどんな辛い目にあっても嬉しいって思うのよ。なんかそれは舞台やってる時から一緒で、舞台裏でどんなことがあっても、どんな悲しいことやどんな辛いことがあっても、舞台上に立ってお客さんが喜んでる姿を見たら、それがもう私の幸せっていうね、その感情がまだ今もあって、まあそういうのもちょっとストレスがねかかっちゃったんですけど、今日まあだから子供にも、もう今ね、この世の中に誕生したらさ、もう仕事とかもさ、やんなくちゃだしさ、仕事やんなくてもいいけど、もう家事とかあるし、ね、人生、笑ってるだけじゃないことっていっぱいあるじゃん。もう本当にもう嫌、もうこの世が嫌だって思うくらいの、絶望感に襲われたり、人に裏切られたり、もう希望を失ったりさ、マイナスに思うことなんてもういっぱいあるし、もちろんその分すっごく、あもう幸せって思うことだって世の中にはいっぱいあるし、本当に生きるって大変？それは生活面でもだし、メンタル、心の問題でもそうだし、で嫌な人とも出会うじゃん。もうなんでこんな悪魔みたいな人と関わらなくちゃいけないのって。てかもう本当に理解できない人。ね、
心ない言葉を簡単にかけてくる人とか、反対にすっごく、わ、なんてこの人といると幸せなんだろうって、この人といると癒されるなーって思う人と出会ったりさ、もう私まださ30年も生きてない、まだこの動画がいつ上がるかわかんないけどね、今ね29なんですけど、もう30年も生きてないこの私でさえ、もういろんなことが人生の中であってさ、時には命をもう捨てたい時だってあるでしょ、みんなもね、あったりさすること、私は知ってるじゃん。でも今お腹の中にいる子はさ、何にも、まあ、歩くことさえ、息することさえよくわからない、私のことなんて、私の歴史なんて1ミリも知らないじゃん。だから本当にこれから大変なことがいっぱいあるけど、生きようと思ってここに来てくれたわけだから、なんかそれをなんか感じたら一人で泣けてきちゃってさメンタル問題なのかと思うけど、ありがとうとね、あなたと一緒に生きる道、私が生きる選択肢をできてすごくありがたいなぁと思って、ね、まださ何があるかわかんないからね、怖いけど4ヶ月後に出会えることを信じてね、これからの未来何があるか本当にわからないし、親子でねうまくいかなくてぶつかって喧嘩しちゃうこともあるかもだしね、お父さんが、ね、厳しくて嫌になって家出ていきたいとかもね、もう生まれてこなきゃよかったと思ってしまう時もあるかもしれないけど、本当に一緒にね時を共にできることをすごく楽しみだなぁと思っていますね。なんか私はこういう動画やったりとかしてるからさ、赤ちゃんには申し訳ないけど、どうやったってデジタル、親のデジタルタトゥーはさ歴史に刻まれてるからさ、だって YouTube なんてな、ネタドッキリやったりさ、セックスレスになりましたとかいう動画上げたりすんな、親が、やだよねなんか子供がかわいそうとかさ言われるんやけど、いやそりゃほんまに思うよそれはお前でも思うよね。お母さんとお父さんがなんか、ね、面白おかしく動画上げてるんでしょ、それで良い反応もあれば悪い反応もあるわけでしょね、それは私も同意です。だからそんな中、あの後から生まれてきたわけですから、赤ちゃんはすいません、もうそのあれはね貸させてごめんなさいですけど、今はもうこの気持ち悪さだったりに私は頑張って耐えます。君と出会えるために、いや、みんなも周りのお母さんたちも本当に頑張ろう。なかなかねこの微妙な気持ち悪さって周りに伝えるのもいちいちね、なんか気持ち悪い、気持ち悪いとかね言うのもなんかさ、もうなんか心配かけちゃうってか申し訳ないなのかさ言えないじゃん。いや、みんなよく言わないと思うよ。私、もうほんとすぐに気持ち悪い時、ツイッターに気持ち悪いってつぶやきたいもん。インスタグラムとか見てるとあんまりさ、体調悪いとか言ってる人いないじゃん、妊婦さんで、ね。インスタグラマーさんで、ね。すごい。すごい。気持ち悪いってなんだろうな。マイナスな言葉かなって思ってしまうからさ、周りの人が聞いてさ。だからあんま言わない方がいいかなって思って言わないけど。共感してもらえたりするとすごいほっこりするよね。ねえ、ありがとう、共感してくれてる人とか、応援してくれてる人とか。本当は TikTok とか撮りたいなって思ってるんだけど、今。やっとね、20万フォロワーいったんですよ、ありがとう。面白おかしい動画をね、撮りたいんですけど。ちょっと今日は動けそうにないので、もう一度寝てみたいと思います。じゃあ皆さん、今日も動画見てくださってありがとうございました。体調不良から、体調不良って言うんですかね、ちょっと楽になれると嬉しいなと思いながら頑張っていきます。最後まで見てくださってありがとうございました。またね、頑張るぞ、妊婦さん頑張ろう、えいえいおー。